早く来い、クラウド。さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁をよ。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。今回の仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。お？せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査。残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。え？ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。クラウド、そっちは任せる。セフィロスの強さは別格だった。久しぶりの故郷なんだろ？どんな気分がするものなんだ？俺には故郷がないからわからないんだ。ああ、両親は？母の名はジェノバ、
俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバってシンラビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。ああ、お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。ふん。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。魔航路への出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが2人もいるんだから大丈夫。ティーバー、おはようございます。よろしくお願いします。ティーファティーファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に一枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、うん、じゃあこの時はね。マコールはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。
急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気、任せる。そんじゃ上で合流な。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて？さあな。魔法の泉だ。綺麗だな。でも魔法エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔法は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔法エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか？マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。あれ見て、出口かな。
待て。え？なんだ？下がれ。あっち。お前好みの展開だな。そうでもない。マテリアの守り手だ。盗む気なんじゃないけど。説得してみる。合わせろ。終わりか。セフィロス。器用なやつ。撃ち落とすまでだ。剣だけじゃないってとこ見せてやる。よし。あとは任せる。よくやった。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ。もう。しっかり守ってね。剣に祈るなら今のうちだ。北条めやったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって…ホッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス。ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法とともに凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして北条が装置に入れたのは
動物だけではない。中を見ろ。感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物、その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって。
行く。待て待てってセフィロス。あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。おい、ケミ、動け。一人でも多く助けるんだ。クリアだ。他の道を、母さん。生き延びて。
しろ。よかった、無事か。今運んでやるから。俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ。まったく油断も隙もないな。どっから入るよ。リーダー、以前とは様子が違う。そうか。さあ、始めようか。行こう、こっちだ。
ティファー絶対絶命ね。怒りのままに動け、クラウド。騙されるな、クラウド。傷はなかった。傷がなかった。本当にティファなのか。本当はティファじゃない。また傷の話？傷なら見せたでしょ？なかった。ジェノバは愛する者、恐れる者の姿で人に近づき、欺いた。クラハト！俺は騙されない。
ギオ、しっかり。構造からしてこの遺跡は砦だ。散見される戦闘の痕跡。古代史の敵は誰だ。モンスターか。いや、愚かな人類だ。古代史の力を恐れ妬んだ人類が古代史を虐殺した。セフィロス。悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。また会える。無事か。私の心配してる場合？一つ教えてくれ。ここは約束の地なのか。違う。きっと違う。そうか、違うか。すぐ信じるね。時々優しかったよね。この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。社に報告だ。どうした？問題ない。楽しそうだな、クラウド。その結果、どうなった？お前の爆弾のせいで大勢が死んだ。ビッグス。その感情は本物だろうか。悲しむふりはやめろ、クラウド。大切な仲間だったのに、お前は何も感じない。なぜなのか。
しみ、怒り、罪悪感、後悔、何であれお前にはわからない。可愛い俺の空っぽ人形。セフィロス、グエセフィロスとは違う。分かってるよ、クラウド。行こう。うん。邪悪なる黒きマテリア。メテオを呼ぶ。メテオは星に落ち、大地を破壊するだろう。その後に残る命は。それは私一人だ。ついにジェノバの申し子が星を支配する日が来る。そして今や世界は一つではない。運命の拘束を逃れた世界が新たな時を刻んでいる。どういうこと？ジェノバと共に世界もまたリユニオンするのだ。リユニオン。その先にあるのは永遠。永遠なんてない。今はまだ。あなたは間違っている。お前たちはここで死ぬ。だが悲しむことはない。星に帰るだけ。セフィロス！が寂しくなりますからね。ボディの予備はいっぱいあるんです。よかった。やめてえな。で、目当てのもんは手に入ったのか？それ聞いちゃう？ちょっと、お前どうしちまったんだよ。話聞いてなかったのか？返してくれ。チッ、こんなもん。セフィロス。これは鍵だ。
世界の狭間に隠された本物を手に入れるためのな。返して。おい、さあ時は満ちた。いや、セフィロスだ。待ってくれ。クロマテリア、エアリス、
渡してくれ。お願いだ。信じてくれ。一緒に星を守ろう。エアリス。エアリス、さあ。何があっても一緒だよ。ありがとう。エアリス、おかえり。クラウド、ビッグス、エアリス。簡単に選べるかっての。あ、セフィロス。おい、何、何？お前ではダメだ。セフィロス、あんただったのか。なんで追われるか。俺はあそこへ行く。行くぞ。思い出の場所はここだ。正解。簡単すぎる。思い出少ないからね。これから作ればいい。それ本心？仲間だからな。あ、そうだね。
クラウドの気持ち聞けてよかった。私はクラウドが好き。でも好きにもいろいろあるよね。この好きはどの好きなんだろう。エアリス、変だぞ。今日はずっと変だ。失礼します。消えろ、罪悪感。クラウド、ありがとう。ううん、なんでもない。これ持ってて。大切なものなんだろ。このマテリアがきっと世界を救う。さよなら、クラウド。これは。クラウド、これが世界の姿だ。運命の壁が壊れるとき、新たな世界が生まれる。この星には幾層もの世界があり、生み出された世界はあるものは続き、あるものはすぐに消える。仮に長く続いてもいつか消える。だが悲しむことはない。消えた世界はただ星に帰るだけ。そして星の命をつなぐのだ。命は星を巡る。だが星が消えればそれも終わりだ。セフィロスが大事なのは星と自分。守るためなら何でもする。そんなの間違ってると思う。超えるか、クラウド。星の喜び、星の祝福。違う、これは悲鳴だ。我々はまだ世界の見え方が違うらしいな。お前の力が必要だ、クラウド。共に運命に抗ってみないか。
終末の7秒前だが、まだ間に合う。未来はお前次第だ、クラウド。過去など断ち切ってしまえ、世界はリユニオンする。我々の世界にリユニオンするのだ。リユニオン。を持ち込んだのか。罰が必要だな。かつて古代種が集い祈りを捧げたというバスラルル都。この目で見られるとはな。ここが、そう？ああ、そうか。うん、きっとここが正解。町の名前はバスラルル都。そう呼ばれるセトラの都があるってじっちゃんに聞いたことがあるよ。絶対祭壇もあるよね。雰囲気バッチリ。よし、エアリスを探そうぜ。ミイラーかよ。また随分邪魔してくれるじゃねえか。このフィーラー。ああ、黒いやつは運命の番人なんかじゃない。これはセフィロスの手先だ。早く来い、クラウド。なんだよ。これって。セフィロス。エアリス、祈るがいい。世界は交わり、融合する。怒りと悲しみは増幅し、星の力となるのだ。
してください。もうセトラは私しかいません。それなのに祈りの言葉も知りません。みんなが好きなんです。だから守りたい。望みはそれだけです。セトラたちを教えてください。悲しむな。怒るふりもやめろ。お前には何もない。クラウドは大丈夫。エアリス。
始まるぞ。あらゆる女王を乗せた世界が混ざり合うのだ。負の感情は強い。ちっぽけな喜びなど飲み込んでしまい、そればかりか怒り、悲しみ、憎悪に変え、なんと強い波動だろう。待ってろ。もっとも、お前は気づかないかもしれない。黙れ！なぜだ。お前は人形だ。どこまで行っても真っ白け。おーい！どういう状況？でも、会えてよかった。まあ、少し憎たらしいけどね。クラウド、いけるよね。あ、ザックス、俺に合わせてくれ。おお、立派になっちゃって。あっ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 、覚悟しとけよ。なれ、はい、なあ、俺たちソルジャーだろ。誇りはどうしたんだよ。くだらん。だよな。だからあんなことしたんだよな。こんなことしてんだよな。よくわかった。そこ、知らない。来いよ。よし、来いよ。今だ、攻めるぞ。オッケー。俺が、あれ狂え。当たれ。切る。You
フラゴン、はい、世界は交わり、また別れる。クラド、エアリスを。さあ、クラウド、楽しもうか。
く。限界の先へ行くよ。このまだまだ。オーケーション。オラオラオラ。ヘイヘッタッタ。行くぞ。や、畳みかける。どこだ。どんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。よし、決着つけようぜ。そこ、このまま押し切る。
そこだ。オイラたち、仲間が他にもいるみたい。クラウド、そのここ勢いは、こっちも負けてられねえぞ。よし、はあ、やべ、
下がっている。決める。セフィロス、受けてやる。教えて。黙れ、さっさと消えろ。一人で寂しくないで。おいけそうかな。俺が出る。ゆっくりクラウド決めちゃおう。合わせる。ジェリス、俺に合わせろ。うん、頑張る。沈め、みんなのために。シュクリッケン、繋いでいくと。このまま決めよう。ほい、やっ、これだ。そうね、よし、ちょっと抗ってみろ。やっ、まだだ。ひざまずく。やってやる。手を貸せ。ぬくもりの時間だ。でいく。やっ、やっ、ねえ。ほい、おとなしくしていろ。いいとこ見せなきゃ。飛んでけ。しまった。任せるね。引き受け。じゃあ、じゃあ。覚悟。エアリス。うん。うまく使って。当たる。見たか。行くぞ。切り替える。絶望を送ろう。決めてやれ。うん、一緒に。まだ笑ってる。まだ終わってないもの。待ってる。